今月7日、薩摩川内市鹿島町で甑島の内外からおよそ140人が参加して鹿島海猫祭りが開催されました。このイベントの目玉は海猫の餌付け体験と下甑島の断崖クルージング。日本の地質100選にも選ばれているこの断崖は海猫の繁殖地となっており、周りの祭りの参加者が乗った漁船から投げられる小魚を目当てに数百羽の海猫が漁船の周りに群がります。中には手元から直接小魚を食べる海猫もいて、参加者もびっくりしながらも貴重な体験を楽しんでいました。楽しかったです。何でした？できない体験が子どもたちにできたので。楽しかったです。楽しすぎて寝てしまいました。クルージングの後、お昼ご飯は地元で採れたアジやイカ、甘エビなどの海鮮バーベキュー。参加者たちは思う存分甑島を堪能していました。撮影は薩摩川内市下甑町のふるさと特派員倉野和夫さんでした。